今回なんですけれども、飛天御剣流天斬り竜の平巻、今からそれを本気を出して習得していきたいと思います。ご覧ください。飛天御剣流天斬り竜の平巻ね、僕もね、道門さんに習ってね、習得しようと思ってるんですけど、意外とね難しい。僕もさっき動画でちらっと見たんですけどね、なんかこうしっくりこないんですよね。道門さんはね、動画の中でね、刀を抜くと一緒に鞘も引くみたいな簡単にできると思ったんですけどね、意外と奥深いですね。こうどうですか皆さん、はい、こうなんか道門さんはね、手をね返すって言ってました。こうやるんじゃなくて、なんかこうみたいな、こうみたいな、手首を返すらしいです。やっぱり難しいんだ。こうで鞘も引く。あ、こうか、違うな。こうして、で手首を返す。はい、ということでね、開始もう40分ぐらい経ってると思うんですけど、飛天御剣流奥義天斬り竜の平巻ね、得しました。ご覧ください。